日本百名城地方越後柴田町に来ています。ここは先ほどいた二の丸炭櫓ですね。さっき途中で切れてしまったので続きです。33階3層、上にですね屋根に3つのシャチが乗っている話をさっきしていましたけど、ここはですね22層2階でしょうかね、いわゆる炭櫓なんですけど、まあ、これはもともとここにあったものではなくて移築してここに持ってきたということが説明板に書いてあります。で右側に、表門、本丸の表門ですね、この中が本丸ですから、まあ、もっと言えば自衛隊も含むんですけど、本丸、それと一番右に、辰巳櫓、この3つの4つの建物、3つの櫓と1つの、門ですね、を持って、まあ、非常にこの見やすいコーナーということはさっき話をしたんですけども、まあ、なんといってもですね、美的なものでね、非常に綺麗です。ここは落ち着いて見れます。昼も夜も、綺麗ですし、春夏秋冬、雪の日も来ましたね。表門で雪が降ってるとか撮影したら大丈夫ですかなんて声かけられたり、大丈夫じゃなかったんですけど、まあ、よっぽど変わってる人に見られるんでしょうね。まあ、好きなお城の一つで、今年は2回目ですけども、3月に来てそれ以来ですね。まあ春夏秋冬と言いましたけど、春秋が一番いいですかね正直ね。まあ、ここも桜が綺麗なんでね、まあ、あやめ城っていうぐらいの、まあやめも有名なんですけど、やっぱり春と秋が撮影もしやすいですし、まあ、見た目もね。いやでも雪の表門はね、堀部康兵衛の話するともう終わんないんでしませんけど、いやああいう感じだったんですかね、赤穂浪士ちょっと分かりませんけど、そんな思いで撮影した時代がありましたけども。でこの炭櫓ですね、今きっちり建てて、石垣なんかも結構修復してる感じありますから、まあ、当時のままそのままということではないんですけども、まあ、非常に普通の方が見たらね、まあ、綺麗なお城と建物だと、どれが現存でどれが復元だなんてそんなことは関係なくですね、非常に優雅と言えるような感じにも見えるお城ですよね。やはり日本百名城って、言われるだけのことはありますよね。まあ、平城ですけどね、村上城は属百名城ですけど、別に山城がいけないというわけではないんですけど、あちらも半世時代15万石と、阿賀北では最大の領国でしたし、こちらも最上国だから10万石ですから、戸様大名としてね、溝口家が1代でを、ずっと続いたと、珍しいお城だということもさっき話しましたけど、炭櫓もちょっとこう 見方によってはですね、夜景なんかも綺麗ですし、見逃さずにじっくり見たいなと。もう本当にここのお城はもう半日は絶対いますよね。今日は本当短時間で 2,3 時間しかいないんですけど、まあ、城下町もちょっと歩きたいなと思ったんですけど、ちょっとあまりの暑さにね、36度とか4度って言ってましたけど、まあどうでしょうかね。まあ、お城ファンの方、いろいろな時期にいろいろな場所行かれると思いますけども、たくさん回るにはこの柴田城、村上城なんかもね、ぜひおすすめなんで、はい。ちょっと二の丸炭櫓の話は中でもしようかなと思ったんですけど、ちょっと公開されてるかされてないかでちょっと中身の感じも随分違うんで、まあ、ここでは外観とですね、まあ、簡単な話ということにさせていただきます。はい。柴田城二の丸炭櫓付近でした。